飛び出すピアノのメッセージカードを組み立てていきましょう。鍵盤ができたら、これを台紙に貼り付けていきます。ピアノの枠をプリントアウトして、枠の形に沿って切り取ります。折り線と書いてある部分だけに折り癖をつけておきます。ボールペンなどで強くなぞって折り癖をつけておきます。ここに鍵盤を貼ります。このように折りつぶして、白い部分に裏から糊をつけていきます。黒い鍵盤が上にはみ出している部分や、手前の端っこのところは特にしっかりと糊をつけておいてください。そうしたら、この枠に沿ってぴったりと貼り付けます。糊が乾いたら、物差しなどを黒い鍵盤に差し込んで、引っ張るようにして倒します。こうすると、きれいな形に作ることができます。これでピアノの形に組み立てることができました。今度はこれを台紙に貼ります。画用紙を2つ折りにして、その間にピアノを挟みます。まず片側だけ白い部分に糊をつけます。真ん中の折り目にぴったりと合うようにして、挟んで上からしっかりと押さえましょう。開いたら今度は反対側に糊をつけます。そうしたらもう一度折りたたんでしっかりと押さえましょう。これで飛び出すピアノカードの仕組みが出来上がりました。ここに飾り付けをしていきます。先にポスカなどで模様を描いておきます。色紙を切って貼ってもいいでしょう。そこに楽譜などを貼っていきます。楽譜は半分に折って折り目のところだけ糊をつけて貼ります。こうすると少し浮き上がったような感じに出来上がります。表側もまず絵を描いてからその上から字を貼るようにしましょう。横から見るとこんな風に四角い形が2つ重なっています。裏側にもメッセージなどを書きましょう。
切り抜いた色画用紙などを貼り付けて飾る方法も紹介した動画がありますのでご覧ください。プレゼントする方に合わせた飾り付けを楽しんでみてください。